はや。やっほー。ごめんね、今日のメールさ、名前でやるって言ってたけどめっちゃ忘れてたわ。めっちゃ忘れちゃってました。うん、公演前なのか。やることなくて暇してた。お、よかった。こんばんは。みんな今日公演絶対めっちゃ入るよね。え、みんな星ありがとういっぱい。今何時？あ、ちょいフライング、フライングです。こちら、あ、未完全見てたんだ。え、やばい、これさ、ラベル取んなきゃダメだよね。取り方が雑。ココアすごい、お祝いメール送った。お祝いメールというか LINE だけど。え、全然映ってなかったよね。初回しか映ってなかった。髪がボサボサ、疲れた。うん、こちら。なんかさ、唇色がない。大丈夫か。いいや、ほぼすっぴんなんだよね今日。めっちゃすっぴん、ごめん、ブサイクで。残念です。え、変わるよ、めっちゃ嫌なんだよね。さすがに嫌なんだよね。お風呂上がりなんだよ。だからちょっとなんか髪が乾燥してパサついてる。すっぴんじゃないよ、でも今日はリップ塗ったから。みんな驚きだよ本当に。やばいね。でもさ、もう両立してたらマジ時間ないんだよね。時間ないんだよね。頑張んないと。頑張って時間作らないとね。テストあるし。見分けつかんかも。え、つくやろそれは。つくでしょうそれは。なんか色合いないよね普通に。びっくりだよね普通に。色合いを足します、顔面に。ほんとね、誰ですかね。すっぴんだから、すっぴんだから誰。今日マジさ、ちょっとバテててさ、あれなんだよね、ご飯食べれてないの。だけどレッスンだったからめっちゃしんどい。今日めっちゃしんどい。恋愛しちゃったのよ。こっちが恥ずかしいわ。こっちが恥ずかしいんだけど。衣装楽しみだね。やばいよねここは。すごすぎる普通に。やばくない普通に考えて。でもなんかココハはずっとさ、あの夢見てきたわけじゃん、アイドル。だから自分で頑張ってあれだね。あ、え、可愛いんだけど、それニューのスタンプなの？スタンプじゃない、ギフトか。今日も可愛い、ありがとう。やばい、本当にご飯食べてなすすぎてやばいんだけど。お腹は減ってるけど食べれないんだよ、ご飯が目の前に出たら。朝からパンの半分しか食べてない、あと栄養ドリンクしか飲んでないし食べてないから本当にやばい。え、なんかさ、帰りの新幹線であのお菓子買ったんだよ。お菓
菓子なら食べれるかなとか思って、だけど食べれなかっただからで帰ってきても新しいゲストなんだ今日、思いっきりめっちゃバテちゃって、めっちゃバテちゃった、元気ない、今日疲れた。兄ちゃん、そう、兄ちゃん怒られるんだよねえ、チャンスがあるってことが分かってない、ごきれいな、頑張れ、ありがとう。なんか朝の新幹線でパン買ったんだよ、普通に朝ごはんでね。で食べようと思ったんだけど半分食べて、まあ、普通に朝だから喉通らなかったんだよそれは。あ、ありがとうそうで全席コンセントないやつだった今日は確か。うん、行きも帰りもなかったね、ストレスストレスですね、やばいよね、すごい、普通にちょっと普通にバテてる、水分も少ないし、このかきれながお茶を飲むとは、配信中に。そうだね、頑張んないとって思うんだけど、え、誰か配信始まったの誰か配信始まった？ちょ、色ないわ普通に、顔面蒼白やばい。これでどうだ、やばい、赤すぎる。あれじゃない、これさ、未完全の時やってたよね未完全の時のやつです、初回の未完全。今日もかわいいよ、ありがとう、本当にありがとう、マジで。なんかさ、あれなんだよ、え、なんか口裏赤すぎえ、なんか赤いね、伸ばす。え、そう、ここやばいよね、見て、あれ、ニキビパッチ貼って、あ、綺麗だね、ありがとうニキビパッチ貼ってます。え、なんかこれはニキビパッチじゃないんだよ、なんかあと一応ニキビパッチって書いてあったかな、覚えてないや。ニキビも直せるし、あれも直せる、あともうさ、痒くないんだよね、ずっと貼ってんだけど、ここに。オッケー、画面が暗くなった、こうやって近づいて暗くしちゃったから、なんか気持ち画面明るめでいってる、いつも変わってる、さっきと変わった、変わったよね、明るめの方がいいよやっぱ。やばい、お風呂普通に早く入りすぎたけど一応帰ってきて練習して、そう、お風呂入っためっちゃ明るいじゃん、今めっちゃ明るいよね、あれ、こんな違うの。あよ、やっほー、リップいいね、ありがとう。え、なんかさ、ちゃんと伸びてないよね、バラバラですね。休みの日は本当に夜中までダンスしてるから、1時とか2時とかにお風呂入っちゃう、次の日休みの時は。ね、やばいよね、帰宅までって結構時間かかるの。え、どこだろう、え、どこから、学校から、名古屋から。急いで仕事切り上げてきた、えー、嬉しい、ありがとう。でも今日元気ないんだよ普通にバテてるのもあるし、あ、お風呂、お風呂の話、これさ、言ったらバレんじゃん、名古屋から何時間で帰れますって言ったらわかんじゃん分かっちゃうじゃん。
普通にメンタルやられてる。頑張ろ。住まいバレちゃうよね。3時間もかかんない。あ、わかんない、3時間はかかるって言っとけばいいのかな。わかんないけど、アイドルあるあるですよね、このメンタルのやられ方も。メンタルの、え、わかんない。わかんない、わかんない、普通にしんどい。なんか、え、なんか、え、札幌3時間で帰れるの？じゃあ兵庫もうちょっと短いかな。でも結構かかんだよね。やばいよ、なんか普通に。大阪まで行くのに3時間か、え、かかるよね、かかるかかる。だから兵庫も3時間は絶対かかるって言っとくわ。バレないように。ご飯食べれないんだよね今日、バテちゃって。お風呂もう入っちゃいました。え、新大阪栄でちょうど1時間。え、絶対そんなことないよ、それは嘘。あ、でもそんなもんか。え、栄駅から新大阪駅までだったらいい。何、花ちゃんみたいな。花ちゃんみたいって、花花泣きすぎでしょ、さすがに。あとね、花花あれだから、可愛い泣き方すんじゃん、緊張とか。逆にかきりの緊張とか全然大丈夫なタイプだから。前々回のみかんねん探しても見つからなかった。え、嘘、見つかれよ絶対に。でもいいよ、一瞬だから見ないで。新大阪が名古屋新幹線50分。あ、そっか、50分。え、そうなんだ。新幹線だと早いよね。一瞬でも見たいじゃん、ありがとう。昨日の終わりね。え、前髪今日ほんとボサボサなんだけど、普通にさ、お風呂入ってあのドライヤーでわーってやっただけ。名古屋から栄5分。ああ、え、ほんと？もうちょっとかかんじゃない？そんなもんなの？一駅だっけ？一駅か。二駅だっけ？やばい、本当にご飯食べなきゃ。二駅か。暴走チャリンの人、どういうこと？え、どういうことだろう。うん、間に伏見ね。京都にも伏見ってあるよね。いいよ、別に褒めなくて。え、髪ボサボサ、今日乾燥してる。ここだけオイルがめっちゃやばい。ほら、ここだけオイルがめっちゃ
じゃごめんね、楽しくないよね今日。え、なんて書いてんだろう。ヨムシペダル見てないや。うん、こんばんは。そう、そういう日もあるんだよ、本当に。そう、別にこれ、うん、何それ、何ですかそれは、何ですかそれは。このペットボトルなんだよ、お前のみかん膳で振ってたやつ。えってかさ、聞いてほしい、メールさ、メールさ届いてなかった。 NG ワードがあるんじゃない、わかんないけど。ねえ、ほんとに最悪なんだけど。ほんとに、ほんとに最悪なんだけど。なんで届かないの。え、ほんとにそんな長文だったの。え、なんでだろう、長文すぎてかな、容量的な、わかんないけど。え、なんでだろう。それかスタッフさんがあのあれかも、過激的なやつはメンバーを守るために長文すぎると届かない、あるみ、あ、そうなんだ。長文だと届かないらしいよ。え、それな、え、普通になんで、え、そうなんだ。え、やばいよ。え、かきれなさん、マジで5通ぐらい同じメール届くときある。え、そんな長文書いてない、どうなんだろう。え、どうなんだろう。え、なんでなんだろう。え、なんでなんだろうね。アンチだと思われたんじゃない。え、届いてる、その長文は届いてるよ。うんうん、え、書いてよ。え、ってかさ、その長文見たいんだけど、伝えてよ。え、なんで、もう一回送ろうよ。なんでなんだろう。え、でも多分なんか何があるかないかめっちゃ多いじゃん。え、それさ、あれじゃない、 NG ワードとか向こうがアンチだと思ってあの削除したとかそういうのじゃなくて、普通にさあれなんじゃない、文が多すぎんじゃない。待って、30行面白い、普通に。なんかちょっと元気出たわ、30行って聞いて。え、待って、30行だよね。みんなどれぐらい書いてんだろう、長い人で。いや、多分それは大丈夫なんだよ。え、それは多分な、大丈夫、多分なとか言って、多分大丈夫だよ。えなちゃん、かわいい、ありがとう。え、もう一回送って、お願い。え、でももう一回送ってもさ、字数があれだったらさ届かないんか。待って、え、30行ぐらいの長文いつも。え、でも30行あるか、いつも。え、わかんない、長いよね、でも結構。
え、字数制限あんの？わかんない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 。そうだよ、2つに分けて送ればいいんだよ。これで届かなかったらもう NG ワード確定だよ。おもろいね。そうだね、こっち側がメール送る時間ってことだよね。それはね、10時だね。活動自体10時だからね。ないで、メール送ったことあるけどちゃんと続く。え、なんでだろう。いや、やんじゃった。ごめんね、なんか。え、違うの、なんかさ、え、見に行かないかな。見たいけどね。今日スタッフさんに聞こうと思ったんだけど、メールってどういう制限なん、どういう制限というか、なんかどれがなんか、なんかルールとかあるんですかみたいな聞こうと思ったんだけど、いなかったから聞けなかったんだよ。そう、わかんない。だから時数制限があるのか、でもファンじゃないっていうメールを書いてくれた人は通ってたから、それは大丈夫なんだよ多分。なんだろうね、長すぎんじゃない、やっぱり。嬉しいけど、長すぎて届かないっていう、そういう理由があったら嬉しいけどさ、それはそれで。しかも今日の朝さ、名前で書くって言ってたけど、ごめんね。そう、それ通ったんだよ、それは来てたの。あと3つ楽しみにさ開いたのにさ、あれ。いや、何回も見直したからね。え、これだよねみたいな、この題名の返信にしてくれてるよねとか思って見たんだけど、なかったの。普通に開けてね、送ってお願い、見たい、送ってよ、お願いだよ、お願い、お願いします。今日さ、レッスン中に干し芋食べたんだよ、休憩の時にね。めっちゃさ、なんか梅めっちゃ好きなのに、なんかなんか食べないともう動けないと思って、もう塩分とか思って、なんか いや別に食べたくなかったんだよ、食べなくなかったけど食べなきゃと思って食べたんだよ。そしたらさ、めっちゃ気分悪くなって、本当にマジこれやばいと思って、ゴミ箱にペーしようかと思ったんだけど、もう水でもゴッカンってやって、やばかった、本当にやばいよね。わかんない、急いで食べたからかな、なんでかわかんないんだけど、でも本当にもうやばい、うーみたいになって、これ置くしかないと思ったけど、いやいや、それダメだよねとか思って、ごっくんした、ちゃんと。それ並みではなかった。シーム食った。めっちゃ酸っぱすぎたんだけど、あれもうなんかトラウマ、干し夢。ここにあるけど。これじゃないんだよ、これはなんか甘いんだよ。そう、やばいよね。しかもさ、なんかさ、栄養ドリンク飲んだんだよ、朝に飲んだんだけど、めっちゃまずくて。なんかいつもと違うやつ買ったのね。で、なんか、あ、かわいい、クマかわいいね、ありがとう、かわいいクマ。切れてないよ。返信メール送ってる、多分ね、みんなそうなんだよ、わかんないけど。え、なんかアプリでもメール返信できんのかな、わかんないけど。わかんないけど。何の話してたっけ、忘れちゃった。そんなまずいのあるの、
え、梅干し？梅干し？この間と違いが、え、聞いてほしい。この間のクマさ、なんかイベントのやつだったでしょ？で、今日さ、みんなにさ、言ったんだよ。自慢したんだよ。そしたらみんなビビってたの。あ、アプリもあるんだ。あ、そっか、そりゃそうか。変な英語、あ、そうなの。え、今あれだよね、イベントやってないよね、何も。え、なんかさ、イベントにさ、参加できるやつがあるんでしょ。え、自慢したの。自慢しちゃった。そしてでもみんなね、すごい、みたいな言ってた。え、しかもさ、なんかそのイベントがさ、その25日だっけ、26日、なんかわかん、知らなくて、何日か、何日までか、そう、知んなくて。アプリは見れ、え、どういうこと、どういうこと、値段違うの。なんか緑で文字出てなかった。え、メール黒だよ。黒だった、毎日。あ、10周年も終わったの。10周年となんか違うやつは一緒の、え、わかんない、よく。あ、確かにここにないね。ここにあったの。あったあったあった、そう、ルームの方にあった、前まで。今何にもない。プリの方に、え、そうなんだ。え、そうなの、知らなかった。へえ、そうなんだ。何、こんばんは、何かの意味で、え、勝手に参加できんのそれ。なんか勝手に参加してたんだけど、前のやつも何も設定してない。何なら、教えるんでしょ、他に。みんな絨毯集めてたな。あ、10周年の時ってこと。え、てか10周年のやつもさ、なんかランキングあったの。なんか知らないんだよね、あんまり。あんまりとかって、知っとかないとやばいよね。あ、こんばんは、芋虫の人です。キャベツって言ったらさらに怒られるから。フルーツのイベントの時もあったの。え、推しないの。勝手に参加ね。え、どういうこと。え、クマは10周年なの。ああ、え、ってことは自分でイベントはできないってこと。みんながやるイベントはもう勝手に参加。本当にいないのね。もうそこにね、入れたらいいんだけど。商品、肉の時あんの、参加しよう。お肉いいね。今は流星群のクマ、星のやつ。え、星のやつって10周年また別なのかな、あれって。テラップが緑文字ってことか。イベント、あ、出てた、ここでしょ、ここに、上の方にね。何かもらえるだけで参加したら、勝手に参加になるんだよね。話し相手の枠にやる、やだよ。推しの枠に入りたい。いるね、いつかカラオケ機能で発散しよう。え、そうなんだ、有線イヤホン買わないと忘れちゃうんだよ、本当にね、忘れちゃうの。カラオケ配信してる人いる？12期で。今日なんかその話になったんだよ。なんかかきれなはカラオケ配信もしないよねみたいな、ずっと喋っててすごいねみたいな、みんなに言われて、え、みんな
カラオケ配信したもんみたいな聞いたら、してないよみたいな、してるみたいな、でもそれをしてるって言ったの誰か忘れた人の話聞いてなさすぎてガキしか見えんけん知らん、 ありがとう。花花、花花か、近日公開わかるんだ。花花だけ、花花のカラオケ配信入りたいな普通に。コメント荒らしちゃいそうケイちゃん焼きって何なの、よく聞くんだけど、よく聞くんだけど、そのままのテンションってやつかカラオケがカラオケするかどうか、さつきちゃんあたり、あ、さつきちもしてんの、あ、さつきちもいたわ今日の話に。さつきちと、さつきちとはなはながしてて、ミヤビームがしてないって言ってた。こっちゃんもにが、え、そうなんだ、そうなんだ、知らなかった。みんなやばいじゃん、カラオケ配信しないとやばいじゃん。本当にありがたいのなんかみんなからしたら変化あった方がいいよね。でもショールームそろそろ歌えようって思ってる人いるよね絶対にカラオケ配信してる、みゆちゃん。今日のみゆちゃんめっちゃ面白かったんだよちょっと話の内容は言えないけど面白かった、普通に笑った。なんかみゆちゃんってさ、なんかさ真面目そうじゃん、めっちゃ真面目そうでしょ、真面目そうなんだけどなんかめっちゃ抜けてるんだよ、そこがめっちゃ面白くて、うん、面白いなめっちゃ抜けてるんだよ本当に。もうなんか完璧みたいに見えて完璧じゃないんだよね、完璧じゃないとか言ったら怒られちゃうけどフォロワー減ったらやだね、なぜ俺が別に何でもえ、みゆちゃん本当に面白いよ。なんかあのポロッとした一言が面白い、わかんないけどなんか書き入れのだけ笑っちゃう、なんかそのポロッとしたことにちょっとじわじわ来ちゃって、何さっきのめっちゃおもろいんだけどみたいな感じで。みゆちゃんのモノマネえ、ねみゆちゃんさマジでさ、なんかさそのポロッと一言がやばい一言だから、そこが面白いな書き入れのは。やばい一言を言っちゃうあたりがなんかうわ好きだわってなる出てきひんから気付けよ。優先やけど、あ、そうなの、優先だけどできないやつとかあるんだ。カラオケ配信でファンが増えるか減るかそれやだね、それやだね。劇場で歌を聴いてほしい先にとかいう言い訳歌いたくないだけケイちゃん焼きってなんだろう、後で調べるね。カラオケじゃなかったやだそれそうなんだよ、ストレートくるんだよみゆちゃん完璧に見えるけど、いやそういうところは完璧なんだよ、人としては完璧なんだけど、なんか面白いんだよね。結構お気にだよみゆちゃん、書き入れの中でカラオケ配信する予定はあるの、どうだろう、有線イヤホン買ったらかな買うまでけいちゃん基本なんだ、買うまでちょっと待ってほしい、うまくてごめんやさんにダメやな、え、そうだよ、え、なんかさカラオケで聞いちゃったら、あ、カラオケ配信ね、カラオケ配信で聞いちゃったらさ、劇場で歌った時にさ、なんかあれじゃん、あんまりね、あ、かきれな歌ってんなぐらいじゃんうわ、かきれな歌ったの方がいいじゃん、なんかわかんないけどっていう逃げ、こんばんは、
寒いね、なんか今日今日寒くない？普通に。そんなことないよ。あ、カラオケ配信してほしい方のそんなことないよかな。どうなんだろう。普通に寒いよね普通に寒い、ウケる。なんかでオーディションはなんか歌ってくださいみたいな、まあ、オーディションの時もそれは今もさ有線イヤホンないからさ、オーディション中に変えようって話なんだけど、あれじゃん、カラオケ行くね、よくよく行く。1ヶ月に2回ぐらいは絶対行くね。最近は忙しくて行けてないけど。そうなんだよ、オーディションの時になんかイヤホン買ってなくて、なんかオーディション期間中長かったじゃん、長かったというかまあ数日あったじゃんでなんかで、あの赤を、青かな、青がいいかも、わかんないオーディションオーディションの時は他の人たちの前で歌うの。オーディションの時の歌はあれだった、スタッフさんとマキコさんとかの前。そうなんだよ、オーディションの、そうそうそう、オーディション長いじゃん。でなんか明日買ってきまーす、明日買ってきますっていうか、なんかあの買ってきますねちゃんとみたいな言ってたんだけど、あの全然買ってなくて。そうで、なんかホワイト、え、なんかさ、あのショールームっていうのが初めて で見たこともなくて、でその時に初めてアプリ入れて、なんかただただ配信するだけだと思ってたんだよ。こうコメント読んでなんか話してればいいんだって思ってて、でそしたらなんかホワイトボードに書いた方がいいですみたいな、ホワイトボードはないんですかみたいな、めっちゃコメントが来て、ホワイトボードって何ですかみたいなあのでっかいやつですかみたいな思って、でなんか100均とかに売ってるやつだよみたいな、でさ、なんかあの冷蔵庫とかにかけれるやつみたいな、そこであーってなって、え、そんなのいるのとか思って、でかきれなはあのただの紙に書いて、そう、そうただの紙に書いてたんだけど、そうでもみんな許してくれて、そう育てられたの育ってないけどね、ホワイトモードもまだ買ってないし、有線のイヤホンもないしえ、そう、ホワイトボードも結局なくて今もない。そうそうなんだよ、紙の方がいいんだよ別に買いに行ってもよかったんだけど、忘れちゃうんだよね普通に。そう、忘れちゃうの、私なんかめんどくさいなとか思っちゃって紙でいいじゃんとか思って。みんなさ、なんか多分なんか他のオーディション受けてた子たちはなんか過去にもオーディション受けたことある子は、まあ、ホワイトボード持ってんじゃん、そら持ってるし、あとなんか、まあ、自分の自己紹介ホワイトボードに書くとかも、あの、まあ、それはまあいいじゃん、書き入れなそれを紙に書いてたから確かに。で、あの、でなんかオーディションの時ってさ、なんかさ他の子を見に行くじゃん、他の子どんな子いるんだろうみたいな。そう、その時初めてだから、最初オーディションで、最初オーディションの前にそれがあったから、そうで、あのなんだっけ、何の話してたっけえ、怖い怖い怖い、急に飛んだ、待って、なんだっけ、待って、忘れちゃったんだけど、何の話してたっけ、最初オーディションの話だよね。え、なんだっけ、なんて言ってた、クリアなさっきやばいやばいわ、え、ちょっと待って、何話してたっけ、最終オーディションで何なんだっけ、なんだっけ、オーデはオーデとか言ってた、オーディションはアウトオブ受けてたえ、なんだっけ
と待って、なんだっけ、紙に書いてた、え、なんだっけ、紙に書いてたんだよ。あ、思い出した、あ、そうそうそう、思い出した。で、あの、なんか、そう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 、あの、他の子のオーディション、あ、そうそうそう、配信、そうそうそう、配信見に行って、で、なんか、あの、なんかさ、白い壁でオーディションしてる子がもう結構いたじゃん。で、なんか壁に貼ってるんだよ、なんか何番、何、エントリーナンバー何々みたいなで、なんか12期生のオーディション受けてますみたいな書いてて、そうで、なんかそんなんも書けるにやってなかったからさ、受けてますみたいなのも言ってなかったから、そう、みんななんかすごいなと思って、けど真似はしなかったけどね、ちょっとめんどくさかったから面白いね。そう、ちょっと真似はできなかったけど、すごいなって思った。経験は、経験積まないとなって思ってたんだよ。で、なんかもうホワイトボードもないし、イヤホンもしてないし、カラオケ配信もしてないし、なんか普通にただ喋ってる、ただの関西人みたいになってたから、だからなんかもうこれ落ちてもうどうしようとか思ってたんだよそう、いや、めんどくさくなかったよ、めんどくさくなかったよめんどくさくなかったけど、そうなの、そう、ちょっと真似できなかった。真似しようと思ったよね、なんかこの人は絶対に、なんかさ、見てわかるじゃん、なんか後ろになんかもうコピーしてるみたいな、印刷してる、何番です、12期生来てますみたいなので、ホワイトボード持ってみたいな、うわ、この人絶対あれじゃんと思って、なんか絶対経験積んでるから真似しないとって思ったんだけど、ホワイトボードもないし、白い壁もないし、そう、イヤホンもないからカラオケもできないし、終わったと思った、終わったと思ったけど、買いに行ってないけど終わったと思ったんだよ、その時に。そう、え、絶対落ちたじゃんとか思って、そうなんだよね、歌もめっちゃさ、2番とか歌ってたし、しかもさ、なんか、あの、言ったか忘れたんだけど、なんかオーディションの時に、なんかモニター、あの、わかる、カラオケのさ、あの、歌詞出るやつあるじゃん、歌詞モニターが、歌詞モニターはないですってなって、まあまあまあ、でも普通に歌を覚えてたから、そんなのいらねえやとか勘違いしてたんだよ。そう、で、そしたらなんか直前に、あの、歌詞モニター出ますみたいななって、で、なんか、まあ、別に歌詞モニター出ても覚えてるから、あの、いいやって思ってたんだよね。そしたらなんかモニター出てんのか、なんか安心しすぎてんのかわかんないけど、2番めっちゃ熱唱しててめっちゃおもろいよね、やばいみたいな、これ終わったと思ったの。直前にさ、モニター出ますってさ、伝えられたってことは、もともとアカペラでお願いしますって言ってて、で、直前にモニター出てんだ、だからさ、あれじゃん、もう絶対に覚えてこなきゃダメじゃん、モニターあるし、しかも間違える要素一個もないのになんか違うなーとか思って、めっちゃ笑顔で歌ってたんだよそしたらしかもさ、なんかスタッフさんたちもさ、なんか携帯か歌詞見ながら、あれ、ええみたいな、さ、歌詞違うよこの子みたいなさ感じでされて、そうで、質疑応答もなかったんだよ、書き入れの。そう、なんか、質疑応答してくださいとか押したんだよ、なんか質問ないですか私にみたいな顔したんだけど、なんか、あ、大丈夫です、ありがとうございましたみたいな言われて、もうこれ終わったと思って、もう手応え全くゼロだし、もう終わったわーって思ってたんだよ。そうで、ミュージックサーカスでのこのこやってたら受かっちゃった普通にびっくりした、あれは。なんか本当に受かる気ゼロだったから、そう、受かる気ゼロ、本当それな、お笑い枠だろマジでやばいよね普通に。あーって顔しちゃったし、2番間違えて歌ってるのに気づいた時に、あ、やばいみたいな、あ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 みたいな
かのだったんだよ。まさかの、まさかのでした。これ振ってたんだよ、みかんぜ。みんなみかんぜ見てくれた？これ、これ振ってたの。ちょ、これだよ。かきれのおすすめ、このお茶。これ移動中にちっちゃいからめっちゃいい。何期待してんだって感じだよね。いいとかなさすぎだろ。え、正直さ、みんな合格すると思ったって言ってるけど本当なの？ショートだか死ぬんだけど。どこのお茶か言えないんですけど、見て見て伝われば。クリアなって関西弁出ないよね。確かにメンバーと喋ってる時はたまに出る、たまに出るね。そう、受かりたかったけど本当に受かる気は本当になくて、手応えゼロだったの。苦いから違う、水がちょうどいい。え、違うんだよ。なんかさ、あの水でもいいんだけど、普段かきれな水なんだよ、家でも。なんだけど、あの全然面白いですよ。本当に？お待ちか。え、それ思ってたんだけど、あの水でもいいんだけど、別になんかレッスン中って喉乾くじゃん。なんか水じゃ物足りなくて、なんかお茶とかなんか味がついてる方がいいの。だから最近はお茶にしてる。別に水でもいいんだけど、家では全然水なんだけど。いやみたいな。あ、リハ見てる時に全然飲んでない水。あれやばいよね。あれさ、わざわざさ、みんなで取りに行ったんだよ、水。なんかスタッフさんたちが、リハーサルあったからって用意してくれてて、水を。で、なんか、あの、みんな飲み物がなかったし、だから、あの、置いてきちゃってたの。リハーして、そのまま、あの、見る感じだったから。で、なんか、水あるよ、みたいな言われて、みんなで取りに行ったんだけど、なんか、あの、みんな必死に見すぎて、もう解散まで普通に水全然飲んでなくて、あれ面白いよね。最初の時から嬉しい、すごく嬉しくて、おお嬉しいね。スワイプしてね、スワイプしないで。ゲームの日は客席12球見てたけどどうだったの？え、なんかそのリハが始まる前に、あのスタッフさんが、あの今からやるこの最初の曲は本当にすごいから、みんなもなんかちょっとなんか見といてみたいな、曲名とか知らされてなくって、でなんか本当にすごいからみたいな言ってきて、ちゃんと見とくんだよみたいな、本当にすごいよみたいな言ってきたから、だから、え、そうなんだと思って見た。やばかった。あれやばいって、あれやばいよね。普通に人間じゃないよ、かけらの絶対できないんだけど。え、あのあと12期で本当にあれ話題になった。ノーネームさんが入ってきた。誰だろう。これで普通の人だったらウケるんだけど。そう、あれやばいよね、普通に。あれやばかった、マジで。恐怖レベルですごかったんだけど。すごいって、あれ。あんなんマジでさ、30秒フリーレしただけで頭壊れちゃうわ。本当にやばいよね、あれ。本当にやばいと思う。あれ本当にすごい。できるようになってね。まあ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 。42。え、全然増えてないじゃん。昨日から一人じゃん。一人しか増えてないじゃん。どういうこと？どういうことですか？それ。寒いんだけど普通に。今かきれなの部屋のさ、暖房何度だと思う？え、何度だと思う？普通に寒いんだけど。もっと暖かくしてよ。え、手の動きとかやばいって。かきれなの来年やるんやね。え、本当にやばいって。もう1年あっても無理だから。1年ってねえ。変身券名消さないと届かんの？え、届くと思う。え、変身の券名ってさ、かきれなの変身券名18度なわけないでしょ。24度。え、もっと上、もっと上、もっと上なのに寒いの。めっちゃ寒いんだけど。夏は夏で文句言うよ。26度設定。あー、さっきまでね
26度だった。熱ないよ多分。初見です、受けるんだけど。絶対間違ってたプシです。ウケる、初見です、やばい。やばいわそれ。やばいやばい。読んでるよ、読んでる読んでる。暑がりと寒がりどっち、どっちだろう。寒いがりかな。いやわかんない、暑がりかな。血が変身するときに懸命記載が届かないって言われた。え、そうなの。え、でもみんなさ普通に垣根の懸命で返してくれてるよ。え、わかんないけど、懸命ない人がそうなってるのかもしんない。いや初見です、めっちゃおもろいよね。ビビった普通に。やばい、冷え性。え、どうなんだろう、冷え性かも。ずっと手さっき、え、わかんないけど手あったかいねとかよく言われるときもあるけど、冷たいねって言われる時もある。わかんない。一般人、平凡です。え、みんな教えてあげて。メールの件名ってどうなの、書き留めの件名でいいのかな。電車来ます。やばい、普通に笑ったんだけど。引用が届かない、引用したらダメなのメールって。え、どういうこと、わかんないね、わかんないね。え、みんなさチームコンサート来んの、来る。たまにやんの。あー、ただ返信してるだけなの。返信内容だけ書くってことかな。え、どういうことだろう。時数制限あるんだってやっぱり。いける、すごいいいと聞いた記憶。みんななんかあれなんだね、違うんだね。引用せがクリエンさん送ってくれる文章消してる。あ、そう、消したら届くのかな、消さないと届かないのか逆に。立ち見せないで全回避します。立ち見どういうことだろう、今立って見てんの。昼のライブ、懸命消せ、何編集したか分かんなくない。え、どうだっけ。どうだっけな、確かに分かんないね、分かんない分かんない、かきれな分かんない、かきれな分かんないね。でもそのなんかその人の件名で来る。やだー、運命ということで。やだー、ツイートしてよツイート。あ、ツイートじゃないわ。なんていうの X って。あー、12月5日だとね。え、全席立ちなの。え、そうなの。え、そうなんだ。あそこってでも椅子並べれるよね。そっか、人がたくさん入る方があれなのか。え、そうなんだ。え、そうなの、それ本当、つめつめ。え、そうなの。ポスト、ポスト、ポストね、ポストしてよ。ちょっと暖かくなってきた。28度です。結局言ってなかったよね。い、あー、そうなんだ、なんか知れた、また一個ありがとう。いけせ、オープニングアクトだね、だね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 、頑張ります。出しません、なんで、いいじゃん。してよ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 。賢くなりました。あ、そうだ、アップデートしてないんだ。よかった、じゃあツイートでいいんだ。そうなんだ、だから ZEP とかと一緒かってことだよね。
心臓強いでしょ。不思議だね。不思議なでってポケモンだっけ。ポケモンだよね。え、違うの。え、何キレの声が。メロンキネー多そう。全部立ってるの。足がつりそうになった、なったから水を飲んでます。椅子あるんだ。まあどっちでもいけるよね。2時2時なの。2時2時いた。ご飯食べてくる。行かないで。行ってらっしゃい。あれって平気じゃなかったか言わないんですか。確かにそうだね。確かに確かに。ノーネーム2時2時なの。そうなの。ここみなの。ここみだったら嬉しいよ。これで違う。誰でも嬉しいけど。どうなの、誰なの、わかんないね。かきれなものネームなんだよね。名前ってあれなのかな、勝手になんていうの、変えたらダメ。ココハ配信予約入れてる。ネタ食べよ。種なし。これは美味しい。今日の練習中に食べたのは本当にやばかった。本当にやばかったです。なんか元気出てきた、みんなと話してたら。みんなと話してたら。あ、そうなんだ。ココハマジですごいよね。毎日配信してんのに。毎日してるよね。あ、お疲れ様です。うん、ミヤビーム毎日配信してんのに。あんだ、すごすぎね。普通にココハに教えてもらおう、ダンス。確かにおかしいよね、ノーネーム。なんでだろう。名前かけもとれのだよ。何が違うんだろう。ユーザーネーム的なやつなの。それな、お断りですって言ってんのにね。元気なくないよ。元気なくないんだけど、なんかね、こんな時もあるよ。酸っぱい。うめ。うん、体調悪かったの？大丈夫？言わなくなったんだ。ペロってした、さっき。なんか雰囲気でわかるわ、声のトーン低い。え、声のトーン低いの？あと359日。そうだよね。いや、なんかさ、かきれなが真似したからなの。そうなの、だからやんなくなったの。真似しちゃダメじゃん。じゃあありがとう、ハート。
うん、サータンもね、あんまり体調良くないって言ってたよ。やめです。あはって言うからや。え、そうなん？そうなんや。レナのせいやん、じゃあ。365日続けたらなりそう。え、めっちゃ先長いじゃん。好きになるね。え、そんな体調悪いの？大丈夫？ゆっくりしてね。ゆっくりしてね。頑張って直してね。こんばんは。あ、こんばんは。頑張ってください。いつもありがとう。おしとやかだったんだ。おもろい。チラチラってさ、あれかと思ってた。なんかみんなさ、自分でチラって送ってんのかなって思ってたら、あれなんだよ、多分固定文なのかな。サータンやだ、どういうこと。やばい、塗りすぎた絶対。また星になってるよ。100日すんの今日から。今日からってかあれか、やばい、唇濃くなった。遠回しに伝えてみて、言い換え言い換え。自分で書き換えれるで。え、そうそうなんだよ。それね、聞いたんだけど、なんか知ってるんだけど、なんかやり方わかんないから。明日からテストじゃないです。今週のね、金曜日からテスト。明日やばい、ノート提出とかたくさんあるんだよね。全然やってない。しかもノート学校に置いてきちゃった。終わった。書き入れの終わりました。しかも1時間目さ、2時間目に提出なんだけど。入院しちゃうの。え、そうなの、なんで。長いね、2週間って結構。ミヤビーム配信、ミヤビーム行っちゃうの。みんな行っちゃう。みんな行っちゃう。それは終わり。いや、待って、時差がありすぎて。なんだっけ、何の話だっけ。あ、あれか、定型文。サナじゃない。あ、違う、ノートか、ノートか、ノートね。千切りたキャベツ。面白いね。早くね。でもそれはちょっと無理なので。しかもさ、1時間目さ、あの2時間目のノートが2時間目の提出なんだけど、1時間目にあのノートできない授業なんだよ。先生厳しいですみたいな。あ、でもテスト前だから自習かな。え、まだテスト範囲終わってないかも。どうなんだろう。お願い、テスト範囲終わっててお願いします。今回も勉強全然できてない。やばい、もう1週間余裕で切ってるんだよね。普通に終わった。まあ、そういう時もあるよね。まあ、それで赤点取らないのが綺麗なんだから。え、これで赤点取ったらどうしよう。本当にやばいんだけど。早く投稿するのは嫌なの、起きれないもん。自由自由テスト勉強しよう、テスト勉強しよう。え、そうなんだけど、まださ、授業が終わってないあれがあるから。そう、名古屋住むなら、名古屋わかんなすぎてわかんない。境ぐらいしかわかんない。いやー、赤点掃除いけていいか。赤点ね、あのあれなんだよ、赤点は教科による。3分の1かなんかだったから、確か平均点のだから、平均出ないとわかんないらしい。可愛いから赤点取らないよ。嬉しい。てんてんてん、え、なに。行かないでって言われるの、ありがとう。
めっちゃ早いじゃん、ごめんなさい、急かしちゃってごめんね。ファイトありがとう、頑張るね、加点取らないように頑張る。かけれなおきれなうまいな。中華の姫どういうか、中華家庭じゃなかったら0点とかじゃない限り平気じゃない。そうなんだけど、単位、授業単位がやばいんだよね。そう、授業単位、そう、平均点めっちゃ高い時ある。あとめっちゃ高い、え、めっちゃ低い時もあるし、めっちゃ高い時もある。前のテスト返しは本当にドキドキだった。そう、先生に聞くんだよ、何教科配られる前に先にさ平均点言われるじゃん。そう、それでなんか先生に「ルナって平均点以下?」みたいな、平均点なんぼみたいな、3分の 1? みたいな聞いて、ちょっと先生の顔を見て、そう、え、でもなんか先に言ってくる先生もいるんだよ、あ、大丈夫だったよみたいな、そう、バカ点じゃなかったよみたいな。そしたらちょっと楽しみがなくなっちゃうんだけどちょっとじらしてくる先生もいるから、そういう時は本当にドキドキだね。まあ全然余裕だったんだけどさ、様子伺ってんの、え、ちょ先生みたいな、レナって赤点みたいな、さあみたいに言われた、え、もう終わったと思って、その時は思うんだよ思うけど大丈夫だったっていう。テストの順位わかるね、わかるけど、なんかコースによって取ってる教科が違うから、コース順位ぐらいしかわかんない、コース順位とクラス順位しかわかんない。そうだから、なんか多分何百人とかいるじゃん普通は、1学年いるけど、コースだから本当に少ない。100人もいないんじゃない？いないいない、余裕でいないわ。100人、100分のなんちゃらみたいな、けど覚えてない順位とか赤点取らなかったらラッキーって感じだから、順位とかどうでもいいやみたいな。毎回テストダメな先生なやばい友達はワースト1位取ってた、めっちゃおもろかった、めっちゃ笑ったもん。そう、え、なんぼやったみたいな、え、みんなね、あの見るんだけど順位表なんぼやったみたいな聞いたらめっちゃ笑顔で見てみたいな言ってきて、で多分そのクラスかな、クラスで、そう、最後でめっちゃ面白かった。そうで、なんかそういう最後の人はあのワースト2位を探し始めるんだよ、自分がワースト1位なのにそう、2位誰、2位誰みたいな、ワースト2位ね、ワースト2位誰みたいな。そう、めっちゃおもろいよね、そこの争いがいつも面白すぎて、テストの時、そうそうそう、え、そう、テスト帰ってきたらみんなで一斉のでバーって見せて、そう、それも思い出、確かに勉強、いいじゃん、勉強してただけ偉いよ。寝る前と朝に勉強したら本当に入るよね。ねえ、うわ、じゃあ7年目はみんなの前で発表されたの、え、全然知らなかった、普通に知らなかったあ、けどあのチームエースずっとしてたのは知ってる、それは知ってる。でもこんな早いと思ってなかった、普通に普通にビビったんだけど、普通にびっくりした。そう、それは普通にびっくりした、普通になんかみんなの、なんかみんな騒いでんなとか思ってあの見てたら、そうなのみたいなけどよかったよね、ここはずっとさ夢見てきたから絶対嬉しいよ。
よく寝れそうだね今晩は。ここは今日この間さココハのなんかさ話したじゃん、ココハ支えてあげてほしいみたいな、なんかさコヒレのさ話したのもめっちゃ忘れてたんだよ。そしたらなんか今日あのファンの人に聞いたよみたいな、そう可愛いねってトイレで抱きつかれた。ねえじゃあ配信でごめんなさいっていうか一瞬止まってた、ラグかったのかな、見せ合ってビリじゃないか確かめてたな。ねえ見せ合いするよね。あなたもたくさん寝てね。そうだねたくさん寝ます。こんばんは。え、そうだよ知らないの、ちゃんと調べてあげてよ。やばい、かきれども頑張んないと。こんばんは。やばい、お茶こんだけあったのにめっちゃ少なくなった。知らな、なに。ちょっと嫌な予感するんだけど。欲しい、嫌な予感するんだけど。A 型発狂。A 型発狂。マイクの人気のノンフレンスなんて言えない。あ、そうなの。アンダーデビュー知ってたんだ。かきりな本当にさっきなんだけど知ったの、配信始まる直前ですぐ LINE 送って、そうって感じです。はい。本当にさあのチームコンサートのオープニングアクトやばいんだけど、普通にそれガチメンタルくる、本当にきつい、やばい本当に。うめ。え待って申し込んだのいいじゃん。いいじゃん、あ広島のね、ごめん目が行ってなくて見てなかった、公園多いもんね確かに。カピってるから酸っぱいんだよ。あいいじゃん30日、よくあるね確かに。でも違う子に、あそうなの、そうなんだ、すごいよね。かきれの単品でってこと、あそうそうそうチーム S チーム S、 え知らなかったの、なんで。知らなかったの、うん、みんな結構スケジュールがいっぱいですね。そうなんだ、えみんなさ名古屋の人なの、名古屋県民どんぐらいいんの、名古屋の人やっぱり多いのかな、名古屋じゃない人も多いの、なんか気になってた地味に。確かにココハだけだもんね、うん静岡関東、おお名古屋市的な熱ではないけど愛知か、愛知だけど名古屋じゃないよ、えどういうこと、愛知だけど、あー名古屋市じゃない、出身愛知か、うん名古屋県って言ったかけらのさっき、名古屋県民愛知県民。
あ、だからみんなあれなんだ。あの愛知で名古屋だけ、え、名古屋、愛知だけの名古屋じゃないって言ってくれたんだ。お、大阪、あ、星ありがとう。名古屋市、おお近いね。ふんなんだ。愛知県に住んでる人多いね結構。20分、おおいいね。出身熊本なんだ。そうなんだ。んー、マジで初知り、ラッキー。愛知県住んでるかって、確かに愛知本当名古屋だよね。あ、横浜いいね。横浜いいですね。いいとこだよね。すぐ帰んないとね。そうなんだ。たまにさ、あ、ごめんね静岡。お茶ね、お茶。新幹線でさ、静岡のお茶あるじゃん。あれさ、あのお茶買い忘れた時に買うんだけど、もう車内販売なくなっちゃったからさ、買えないの。みんちゃんに教えてもすぐ忘れるから大丈夫って。え、なんで、忘れたことないよね何も。全部覚えてるから忘れないよ絶対に。ちょっと怖い。兵庫いないね案外。大阪、関西はいたけど兵庫いない。なんでだろう。グレーシャーあるんだ。全部忘れてください。なんで、いいじゃん。え、なんで、なんで、なんでなの。知らないよ本当に。忘れちゃっても頭とか打って突如忘れちゃってもいいのそれでも。トヨタ、はい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 。来年から兵庫に住めばいいんですか。そうだね、同じ空気だよ。だけどかけるな、来年から名古屋だよ。入れ替わる。兵庫の地元、いいこと言うね。いいね。あ、うなぎパイいいね。うなぎパイって静岡だっけ。また一から関係やり直そうな。わあ嬉しい、関係築いてくれるんだ。毎回初見です。めんどくさくない。でも無事まくりしんない。わかるよ、伝わってるよ、合ってるよね。かけるなの返答、うなぎパイ知ってるよ。だってあれだもん、おばあちゃんち関東って言ったじゃん。静岡ではないけど。静岡ではないけど。ゼロ、え、ゼロじゃないでしょ絶対に。え、絶対ゼロじゃないよ今。100だとしたら、なんだろうね、 30% 少なって感じ。 30% ぐらいは気づけてんじゃないの。そんなことない。なぎぷい浜松なんだ。おつまみ系なの。甘いよねちょっとあれって。関東と静岡全然違う。え、なんで。一緒じゃないの。静岡って違う場所だっけ。あ、意外と多い。え、じゃあもっと少ない関係性だと思ってたの。え、そうなの、かけるのだけこんなに思いを抱いてるのは。かけるのだけなの。やっとさっき食べた梅がなくなった口から。待って、 3% やばい。 3% 少なすぎだろ普通に。なんで。めっちゃ少ないんだけど、めっちゃ少ない
じゃん。静岡か。静岡の人結構多いよね。出身静岡ですってよく聞く。富士山って結局どっちのものなの？富士山、静岡か山梨か。え、そうなんだ。え、知らなかった。普通にお土産とかでもらえるよね、うなぎパイって。仲良くなろうな。え、なる気あんのそれ。言っときゃいいだろうって思ってるだろう、絶対に。ずっと 3% じゃんそれ。ずっと 3% じゃん。増えんのちゃんと。こんばんは。みんなのものだね。焼きつ？焼きつって何なの？初めて聞いたよ。きのこたけのこぐらい。いや、あかんよ。あ、そうなんだ。決まってないの？どっちのものでもない。あ、譲らないんだ、どっちも。富士山、え、神奈川？神奈川かぶってる？かぶってなくない？神奈川は。全然遠いよね。え、わかんない。かぶってんの？焼津？増えるように頑張る。ね、絶対なんか増えない気がするんですけど、その言い方。やいず わかんない。聞いたことあるかも。富士山かきれいなものでいいの。やったー。イメージ的ニュースとか。なんか富士山の半分、富士山のかぶってるところは、静岡にかぶってるところは静岡で、で山梨にかぶってるところは山梨だと思ってた。だからどっちのものでもあるんだろうなって思ってたら競争してんだ。でも頂上ってどっちなの？どっち寄りなの？頂上、頂上でよくない？え、富士山登ったことあんの？友達ね、頂上まで登ってたよ、年末年始に。すごいよね。お魚の町、え、どこだろう。海の方だよね。焼き飯はわかるよ。沼津じゃないの？沼津わかんない。バカバレるからやめてよ、質問。清水だよね。違うの？清水だよね。私ね、リタイアして、そうなの？え、登ったことあんだ。すご。そうなの？富士山登ったことないんだけど。富士山新幹線ぐらいでしか見たことない。新幹線とか車でしか見たことないんだけど。なんか家族に提案したんだよ、年末年始に朝日を見に富士山登ろうよみたいな言ったんだけど、めっちゃ却下された。酸欠とかね、ゆっくり登っていくのにそんなんなるんだ。ごめんなさい、覚えます、頑張って勉強します。ごめんなさい。遠足でそんな登んの？え、そんなんだ。やばい、今日めっちゃ足痛い。髪長いのかな？ユアの方が長そう。え、どうなんだろう、どっちの方が長いんだろう。ありがとう、だるまとハート。宣言無理だよね、人多そう、年末年始。え、どうなんだろう、わかんないけど。登れる体力ないですね。はい。え、木の先だっけそれ。違う。やばい。木の先温泉って言うよね。え、違うっけ。伊豆はわかるよ、伊豆。伊豆だよね。わかんない。金花山？金花山ですか？足大丈夫です。Thank you。え、普通にね、普通に今日疲れただけ、練習で。めっちゃ痛い。しかも両方あざできたし、めっちゃ真っ青。おすぐっとめっちゃ痛いし、普通にもう痛い、やばい、本当にストレッチちゃんとしよう。足つりそう。
金かな、知ってるよ。カメだと思わないよ。一応兵庫ですからね。神戸一応兵庫だからね。足めっちゃ痛い、めっちゃグリグリしてる。正直あざはいいんだよ、その時しか痛くないから。こうやってね、後に来る痛いやつが痛いんだよ。アウトオブ出てました。え、なんでみんな知ってんの、アウトオブ出てたって。すごいね、すごい。無駄打ちしたら、そうこんばんは。岐阜の神戸は、岐阜にあるんだ、同じ名前なんだ、知らなかった。そうなんだ。そうなの。しかもサラとさ一緒のグループでめっちゃ運命じゃない？普通にすごいよね。48人もいて8グループにも分かれて、8グループだよねあれ、違うっけ、6グループだっけ、6グループか。ちょっと待って、8人グループか6グループどっちだっけ、覚えてないけど、その確率でさ普通にすごいよね、普通にすごいと思います。はい、なんかびっくりしたんだよ、あの二次オーディションの先にあったんだよ。2時の時にオーディション終わって会場出たらいたんだよ。サラがいて、みたいな、めっちゃびっくりして。その時にそうで、そういたの、めっちゃびっくりして。で最終オーディションもまあそらいるだろうなと思って、そうでいたから。やばい、ナイスーとか思ってたんだよ。アート部で会った子、そうだね、会いたいねって話はしてるけど全然会えてない。夏に会いたかったんだけど、そう夏相手が忙しくて、そうそんなに映画できないでしょ。それな、顔ちっちゃいよねサータン、やばい、普通にちっちゃすぎてやばい、目でかいし可愛いよね、ほんとダンス踊れるし、やばい、ほんとにかけれないいいとこなさすぎてほんとにやばいんだけど。やってけねーマジで。マジでかきれない、やってけない、やばい、ほんとにオープニングアクトやばいんだけど、ほんとにさマジでこれでメンタルやられてる、普通にほんとにやばい。ね、顔の大小コンビウケる。確かに顔小さすぎて並びたくない。それな、アウトオブ好きにならないように頑張るわ。なんか誰がいいかな。本人じゃないんだ、そこ代役いるんだ。ね、口悪いね。笑顔すぎ、ありがとう。かわいい、ありがとう。私オープニング立ち位置悩んでたね、本当に。配信してた？あ、ツーショットね、見てくれた？でもね、みんなめっちゃ褒めてくれるやん。ねえ、もう仕事で行けないの、平日だからね。でもね、あれだね、本当にマジでなんかやばい、普通に立ち位置とか普通に。
アイドルってこうやって悩んでいくんだって思ってます。そんなことは分かってたんだけどね、そんなの最初から。みんなさ、なんかいいこと言ってくれてんのか、なんかお前には喋るしかねえんだよみたいな遠回しに言ってんのか。結婚してありがとう、お断りです、言わないと。そうなんですよね。なんかな、どうなんだろう。なんかさ、普通にさ、普通にさ、あれじゃん、なんか悩むことが多いっていうのはそんなのわかるじゃん、絶対に最初から。いつかなんか、いつかさ、なんて言うんだろうな。可愛いです、なんで小文字なの。もっと大声で伝えてよ。いつか分かることだと思ってるのに、なんかこうやって悩んでるから、それがやだ。なんか前から分かってたことなのに、それを気にする自分が嫌だ。わかる？絶対わかんないよね、こんな。なんか適当な言い方みたいな。みんな何にせずに困るんだよ。そうなんだけどね。みんなだから。わかるよ。みんなこの辺結構出てるよ。本当に？出てる。なんかさ、あの大きな壁が急に出てくることもあるじゃん。誰なのか、笑ってるし、めっちゃめっちゃ笑ってんだけど。そう、なんか例えばさ、予期せぬことで悩むのは、まあ、急に来たでかい壁だと思えるんだけど、なんかさ、こうなることもあるからって、なんかずっと前から分かってるのに、それを気にしてるのが嫌なんだよ。前から分かってたことでしょって思うの、自分で。なんでそれで悩んでんの自分みたいな。そうって思っちゃうんだよね。最初にやるんだ別に。わかんない、それは。それはわかんないけど。それはわかんないけど。そう。って感じ。なんで悩んでんだろうって思うの。こういうことが絶対あるって自分でわかってんのに。前からわかってることなのに、今更悩んでどうすんのって感じ。でも悩んじゃうのかしょうがない。そうなんだよね、悩んだところで意味がないんだけど、意味がないことしてるのがなんか嫌なんだよ。それだ、解決策がないから悩んでるんだよ。あーありがとう。しかもなんか本当にしょうもないことだし、しょうもないことなんだけど、うん、なんだろうな、本当にしょうもないことなんだよ。そうなんだ、意味はなくないんだけど。そうなんだよね。それも悩みの子なんだよ。星多いね。確かにそれ悩んでないのはやばいよね、逆に。いや違う。それな、悩んでないけどとか言って、違うんだけど、それは。好きなようにすればいい、ありがとう。そう、
目つきでも確かにそうなんだよね。悩む意味ないことだよ。あ、そうなのそうなんだ。え、そうなの、そうなの。悩む意味ないことに悩んでんのかな今かけるのは。なんか、うん、頑張ります。何の話かえ、本当にこのままだよ、このまま。なんか分かってたことなのに、分かってたことなのにいちいち気にしちゃう自分が嫌なんだよね。なんかなんで気にしてんのみたいな。そうなんだよ、そうなんだよね。でもいいように裏切るのは何なんだよ。そうだよね。なんか、うん、そうだよ、結論頑張るんだよ後自信がつくよ、ありがとう。分かってても全然成長していくんじゃない。あー、そうだねめっちゃいいこと言ってくれんじゃんそれが人生そうだね、悩んでも意味ないよね。うん、あんなこともあったね。そうなんだよ、それが過ぎちゃえばいいんだけど。でもちょっと疲れたら元気出してありがとうそれは元気出るわそう、まだ始まったばっかりだからね。はい、泣かせる選手権。え、みんなを泣かせるってことあ、かきれながみんなのコメントを読んで、あ、誰のコメントで泣くかってこと。かきれな泣かないよ泣かないよ、泣かないよ絶対にえ、全然泣かない。まあこんな時もあるよねって感じです。手伝いされてウケる、やばいギナちゃんのくせの悪いなずっと笑ってますからね私は配信してるの何時からしてたっけそんなしてる、やばい、何時間してんの。泣くエピソードないの。え、どういうこと。え、みんながしてくれんの泣くエピソード。かきれのが泣くエピソード。え、でも今日の最初は本当にやばかった。普通にライブやめようかなって思ったきつすぎて。あ、帰ってきたよ、お疲れ様。え、そんなやってんだ。かきれなの、かきれなのかないね。かきれなの泣ける話ずっと笑ってんもんうん、難しくできないけど話すこと話してくれたら嬉しいな。無理、好き知らなかったね、本当にやばかった、マジやばかった。今もう大丈夫です次は軽いな、気取りましたほんとにさ、マジでさ、なんかみんなさ、ツイッターとか、あ、ツイッターとか言っちゃダメだけど、あのファンだよね、ねえファンだよね何でも言ってない、ありがとう。
知らんのかい、しかも。そうだよね。でもね、ありません。なんでよ。まだ 3% だからね。関係性。面白い。なんかさ、みんなさ、あの、なんかさ、かきれなのさ、こととかさ、なんか面白いよみたいな言ってくれんじゃん。この子面白いよみたいな。けどみんながさ、あれだよね、かきれなを笑わせてくれるからあれなんだよ。そう。それで泣きたいの、それは確かにわかるわ。見てるよその投稿。ありがとう天使。フォロワー一人だけなの、嘘でしょ。今日で一人なの、本当に。みんながさ、なんかこの子面白いよみたいに言ってくれるけど、みんなのおかげで笑ってるんだよ。かきれなは面白いしか言わないけど。他のことはまだ言ってくれないんだ、面白い以外のことは。投稿した配信がありませんが、あ、記憶がありませんが、え、違う、なんていうの、なんかみんなさ、なんかこの子は面白い子みたいな、面白いよみたいな宣伝してくれてんのよ、面白く配信してるよみたいな。みんなのおかげなんだよね。いや、なんかファンじゃないみんなのおかげなんだよ。そうなんですよ。はい、あ、ありがとう、キラ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 、ありがとう。どっち可愛いとか書いて調子に乗られても困る。確かに調子に乗る、確かに調子に乗るわ。面白くさせたい。もっと。うちら面白いでしょ、だから書けるのもらってんの。あ、いや、始まった、いいじゃん。いやね、来たのね、行っちゃうんだ。行っちゃうの。まあ、書きれな気をずっとしてたからね。いってらっしゃーい。ん、こんばんは。コメントも読んでくれるから面白いんだよ。そうなの。なんで私が見ないでないからだと思うよ。うん、優しいね。ユアニャ配信王じゃないよ。あ、そっか、ユアニャ久々なんだ。じゃあみんな行くね、みんな行っちゃうね。いってらっしゃーい。みんな絶対行くよね。うん、無事みんなさん違うとできるの恨むもんない。どういうこと。どういうことそれは。行かないよ、ね、みんな行かないの。え、そうなの、行っていいよ全然。行かないの、みんな行ってもなんか必ずにいいかな。はぁ。だからそのカッコいらないんだよ、いつもいつもカッコいらないんだよ。いいかなで終わりでいいのにさ、決まったとかさ。あ、行ってきた、いいよ全然行って。久々だよね、今の配信。寂しそうじゃないよ別に。歩くたびにハドハドみたいに2日ぐらい住む。カッコ絶対いらないから、いつもいらないよ本当に。初めて行ったんだ。そうなの、レナとかやれちゃったんだよ。いいよ行って。やばい、
こっちにさ暖房があるからずっとあったかい風が当たって顔が赤い。そうなの、かき菜だけでいいの、まだ間に合うんじゃない。逆にね、かき菜を歩くたびに笑ってるね。確かに確かに確かに、そうだね。時間が来ました。ユアのとこ行くよね、絶対に。絶対行くよね。いいよ、全然行ってきて。かき菜はいつもこの調子ですから。ちょっとチーク塗ってるんだけどね。そうけど、めっちゃ赤くなっちゃった。あ、そうだよ、ユアニャなの、特急生。あ、そう、かき持ってる人だよ。いやでも配信だとお姉さんっぽいんだよね。え、本当に？え、会っても変わんない？会って妹っぽいなって思った後の配信でも上に感じる？それはいいやつなの？悪いやつなの？やばい、めっちゃ足痛い。え、今日すっぴんじゃないよ全然。めっちゃしてはないけど、アイメイクはしてない。ほっぺ赤いよね。うん、こんばんは。それはいい方なのかな。あ、戻ってきたの。ありがとう。 80% メイクが 80% メイクってこと。アイシャドウはめんどくさくてしてません。アイラインとかもしてない。めんどくさいんだよね、普通に。お化粧ってめんどくさいんだよ、マジで。ほんとめんどくさいんだよね、マジでさ。あの名古屋までの新幹線とかでメイクしてたらほんとにすぐついちゃうの。そう、今日もマジで寝れなかった。気づいたらついてんの。あ、充電が充電 80% なの。だって2分ぐらいのさ、実際の小さい可愛いってなる。このサイズ感がハマる。ちょっと変態みたいな言い方やめてよ。ハマるって何。ハマる、ウケる。それはさ、いいじゃん。何、可愛いって嬉しいんだけど、なんで消すの。え、本当に配信してたらサイズ感わかる。本当に？マジ？何？ねえ、ちょっと変態みたいだったよね。サイズ感ハマるみたいな。いやいや、ぬるみできちゃった。いいよ、挨拶してきな。いや、恥ずかしくなる、やばい。おもろすぎる。かき菜の言い方が悪かった。欲しい。欲しい。しっかりして。面白いからね。怒ってる。やばい。痛い。怒ってる。確かに、あの言い方は悪意ありすぎた。やばい。おもろすぎる。逆にね、こんなんだけどもっとでかいってこと。3メートルやばいわ。逆なの、逆考えてる人いたんだけど。逆いた、逆いたわ。ね、ぶつけちゃった頭。ね、ゆえには可愛いよね。ゆえにゃんなの、ゆえにゃかと思ってた。いつもかきるな、ゆえにゃ、ゆえにゃって呼ぶんだけど、にゃかと思ってた。ゆえにゃ、ゆえにゃんだったんだ。やばい、ゆえに怒られる。はい、いってらっしゃい。やばいね、ちょっと面白かった。もう何もやない、なんでいいじゃん。もうバカにしません、もうバカにしません。バカにはしてないから、もともと。ほんのに
近くで見たらグリグリって可能性あるのか。逆にでかいってこと。え、お姉さんに見える？おきれの配信で。あ、配信だったら何歳ぐらいに見える？今18です私。今年同じぐらい、年相ぐらい。あって年下に見えんの？じゃなくて、もっと年上だと思ってあったら18だなみたいな。え、どんな感じなんだろう、どの感覚なの。顔がお姉さん、え、何歳ぐらい、普通に何歳とかなくお姉さんって感じで、あったらあれ、あったら高校生じゃんみたいな。え、あったら15歳なの。どうやら知らん。怒ってる。怒ってる。ねえ、答えて、何歳なのかぎるな。やばい、3文字めっちゃおもろいんだけど。やばい、笑ってないよ、笑ってないから、笑ってないよ。笑ってないから、本当に笑ってないから。静かにしてたら20すぎる。本当に20歳に見える？18くらいじゃね。呆れてるよ。呆れてるけどちゃんと言ってくれる。え、配信18歳、配信18歳。え、じゃあ配信は年相ってこと？18ぐらいって上下どっちに、あ、そういうこと。あ、そっか、上下どっちにも見えるの18って。あ、そうなの。実物見たら18より下って感じだったの。そういうことか、普段は年相応か。じゃあ幼くもないって感じか。違う、普段は幼くないんだ、配信は幼くないんだ。え、20って本当に言ってんの？本当に。いやいや、そんなことないから、そんなことないから。男でもいくつに見えるが一番面倒いんやで。確かに、でもかきれな年齢当てれるからね。なんか負けるおかしい。え、どういうこと。あ、かきれなに押されてる、この調子なんかきれな。うん、ね、何じゃ子供っぽい。あ、時と場合によるね、やっぱり15ぐらい。あ、2年後本当に20歳、やばくない？あ、逆にそう考えればさ、あれよね、え、2年後成人式だよ。やばくない？え、そう思ったら、え、どう？2年後成人式、そうどうですか。私の年齢あってもらおうか、わかんないよ。また握手会で聞いてよ。ファンになるわよ。なんで3%ってもう減りようないじゃん。何パーなの今、3%うちの。年齢当ての特技にしたら、え、でもそんなに当ててないよね。2年後成人式なのやばい。え、どっちのやばい。あ、成人式もう終わってそうのやばい。あ、そうなの、もう成人式終わりましたって感じ。 2% やばいじゃん。3% 中 1% 1% しか減ってないって思うじゃんみんな。やばいよ、 2% やばいじゃん、 2% やばいって。チーン。やばい、ちょっとやられた、これはだいぶやられた。これやられてる、あ、リアル JK 感出てる。政治、あ、そうね、一応、いや、かきれなのところは成人式は20歳だね。スーツ着たら26歳、本当に言ってんの？ねえ、やめてよ。七五三っぽいの。七五三懐かしいんだけど、七五三でもらうさ、あの飴あるじゃん、長い飴、あれもあのお兄ちゃんに割られた。あれめっちゃ好きなの、美味しいからね。ニッパーでそれな。いや、お腹すかない、マジで今日、今日やばいよね、本当に何も食べてないんだけど。そうだが、3ペーンです。え、どういうこと。七五三ね。え、え、ピンクと白の飴ってこと。意識ちゃんと、え、何、千歳飴、千歳飴だっけ、
チトセ飴か。チトセ飴懐かしい。やばい、普通に七五三したいんだけど七五三したいな。普通にしたいよね。でいいかなんか食べてきなよ。優しい、ありがとう何食べようかな、何食べようかな。とりあえず水ガブ飲みする。水いっぱい飲む。で踊ってもう一回水飲む。ピンクと白だったよね飴。なんで覚えてんのミルキーもな、違うよ、全然違うよ。七五三して十八歳七と五と三全部足してもならないよね。十五歳か。もう優しくしませんけどね。ねいいじゃん、優しくしてよえマジでさ、七五三の子供に負けないぐらい七五三楽しめると思うよ。5リットル飲みすぎでしょ晩飯食べてないよ。え覚えてんの、逆に覚えてんの。ミルキー違うよ、全然全然違うよ本当に。ハロウィン参加するぐらい、まずい、確かにいいじゃんハロウィン参加して、いいじゃん。かきれのもハロウィンしちゃったんだけど、今年18歳で成人なのに。心配したつもりだったのに、心配ありがとね。心配されてるの伝わってるよ。でももう元気だよ、かきれな、みんなのおかげで。変態なしてないから、そんなのしてないよ、してないよ。そんな気持ちがだよきっと、本当に本当に気持ちが。今日どうかちょっと YouTube に上げないでください。 YouTube に上げてる人今日ちょっと YouTube 上げないでくださいはいいいなカレーうどん、いいね。あいいよそうごまかせないか、これじゃ、これは大胆すぎた、これはごまかせないか。ちょっと YouTube 上げないで証拠隠滅証拠隠滅ねえやだ。てか YouTube ってさ、あれ誰が上げてんの、すごくない？最初からさ録画とかどうやってできんのこれ。何で録画してんの、しかも、しかもさこのさ壇上とか映ってないよね。普通に全画面だよね、かきれなの。なんで、誰なの、知らん人なの。なんか何人かいるよね。調べたんだよ、なんかみんなが言うから上がってるよって。一人なのかなって思ったら、なんか何人かいた。あパソコンか、あパソコンで見てるんだ。でパソコンで録画してんの。えダメだよね本当は、開けたら。え知らないけど、いいの。あーそういうこと。え携帯でさ長い間画録できないよね。え画録して長い間、例えばなんか動画とか撮ってるの見たら、録画されてなかったって時ない？ねダメだよね。えグレーじゃなくて絶対あれだよね。ねダメだよね。ダメだぞ、あげちゃあげないでえこれは普通にあげちゃダメだから言ってるだけだからね、別に。はいあ容量がないんだ、途中で画録切れちゃうやつって。ねあるよね、でみたいな。前での自己紹介緊張した。え緊張したけど、なんかみんなさめっちゃ笑顔で受け入れてくれたから、そう全然楽しかったでも確かにそれはそうだね、みんなあれなの YouTube かな、やばいじゃんグレーだよその発言は、してないねね、容量なかったら画録できないよね。あ逆に上げてくれないって、あ上がってない自分のやつってなるんだ。まあ、確かに上がらなかったらね、ちょっとやだよね。あれみたいな、興味ないのかけてのことみたいな。入れない入れない、じゃあ切るじゃん、切れないよ。私の容量は永遠です。決まったね、さっきのは決まったね、決まりましたね、さっきのは。
あ、オッケー。え、なんでこれからなんで配信来ない宣言してんの。え、来るでしょ。来るでしょ。視聴数上がる。泣いてみて。ありがとう、ハート。あげるなよ。あげる、絶対にあげるなよ。そうだよ。ないよ。やばい、やり返しされてんじゃん、かきれな。やばいね。どう、ここで追い上げていくか。ど、ポキッと。ありがとう、ハート。ハート可愛いよね、この。なんかぽよってしてて。ぽよってしてて可愛いですね。オレンジのハートがあればいいのにね。ハートって普通にピンクだけなのか。いろんな色のハートってあるの？イエーイ。面白く返信お願いします。あー、そういうこと。今画録してる人に言ってんの。面白く返信してくださいって。あ、それポキって鳴ったからイエイって言ったの。肩なんかさっきポキって鳴った。そう、手とかはめっちゃ鳴る。バスケしてたからさ、なんかわかんないけどめっちゃ鳴っちゃうんだよね。やばいよね。あー、カラオケ配信は余計ダメなんだ。確かに。あ、かわいい。え、これめっちゃ好きなんだよ、このハートのやつ。あ、盛り上げね。あ、満足した、ありがとう。ありがとう。ギフトってさ、マジで可愛いやつめっちゃ多いよね。なんかあの期間限定的なあのコラボ的なやつも可愛いし。あ、可愛い、これほんと可愛い。あ、バスケだと小柄だね。だけどあの左利きだったからサウスポーはめっちゃいいよ。めっちゃいい、マジで。あのだけどあのかきれなは右しか使えなくて試合で、でなんか右ば、あ、左しか使えなくて右使えないの。ふふねふしたときしたらオレンジとピンクのハート出てきてびっくりした。え、なんで最近なの。かきれなのカラーだよ。なんで最近なの、もっと早くしてよ。左利きなのだからバスケはめっちゃ有利だった。だけど何回も左でやってるとあの相手にバレちゃうじゃん。もうバレたらもう垣根の出番は本当いなくなる。右使えないから。そうそうなんだよ、左しか使えないので。左だけのやつを止めろーみたいな、相手のチームとかに言われてて、クソバレてるしみたいな、バレてるバレてるみたいな。別にいいじゃん、みんなだって左利き。みんな、お、え、前も言ってくれてたよね、前も左利きだよって言ったよね。左右使えないの、そう、キャプテンなのに。そう、右マジで練習しなさすぎてめっちゃ怒られてた。左ばっか使えても意味ないねんぞーみたいな。はい、すいませんねーみたいな。けど左しか使えないから。え、そうだよ、キャプテンだった、中学の時。小学校の時副キャプだった。意外、意外でしょ。わかんないけど。けど中学校は弱かったの。なんか中学校は本当に全国に出るぐらい、え、なんか小学校強かったんだよ。小学校めっちゃ強くて、ミニバスが強すぎて、でなんかみんな住所変えて中学からもうバスケのために転校してたの。けどかきれなオスグッドとか骨折とか、あと単純にバスケがもう嫌になった。そう、もう6年間して本当に厳しかったし、めっちゃしんどかったんだよバスケが。だからもう今からもう一回厳しいところで3年間バスケするのは本当に無理と思って。でもなんかあのなんか強いチームってさ、全員さ、その強い中学校に上がりますみたいなとかあんじゃん。だからもうかけるなさ、マジ最後の最後でめっちゃ悩んで、テンションチームなんかとまとめられそうな、え、そうだよ、そう、めっちゃまとめてた。それでえ、なんかさ、アップでさ鬼ごっことかしてたんだよ。やっちゃダメだけど。そうで、あの顧問の先生の車が入ってきて、うおーみたいな、みんなでマジで焦ってた。やばいよね、鬼ごっこ楽しかった。でもたまにバレる、鬼ごっこしてるのが。めっちゃ笑顔で
あの鬼だーと思って角曲がったら先生と遭遇みたいな。そう、そう、外周めっちゃサボってた3年の時、キャプテンなのに。キャプテンだからサボれるんだよめっちゃサボってたよ本当に。やばいからね。だって10周のところ本当もう1周とかで終わってたもん。1周とか最初はなんか5周ぐらい走ってたんだよちゃんと。なんか相当ねそう、めっちゃ後輩とかにバカにされてた。だから今の親友がずっと中学の時からバカにしてて、で仲良くなってた。そう、なんかさ、キャプテンだからさ、言わないとダメな時もあるじゃん。なんかなんで用意遅いのみたいなめっちゃ関西弁やけど、そこは関西弁でそれ言ったらちょっともう口悪るみたいになるから、そう、なんで早くさみたいな、用意しないのみたいな、そう言っても本気で言ってんだよこっちは。なんかあの先生に怒られるから本気で言ってんのに、なんかうーみたいななんか後輩はもう全然、もう本当にマジで全然片付けとか全然してなくて、そうで、なんか一回なんか先生に呼ばれたんだよ。なんかレノだけちょっと来いみたいな言われて、え、つゆく言えるよ言えるからそうで一回先生に呼ばれたんだよ。そしたらなんかそのジョバスが最後に体育館使ってたのに窓が開いてたことがあったんだよ。でなんか顧問の先生が上の先生に怒られたらしいの。なんか最後に使ってたジョバスなのにみたいな、顧問の先生がなんかちゃんと確認してくださいみたいな。で先生がさ、なんか怒られたらしいんだよ上の先生に。そうで、なんかレノだけ怒られて、なんかさ、だいたい窓閉めて、なんかあのこれは本当に日本人の悪いところなんですが、あのまあ1年生とか2年生が閉めるみたいなことがあったんだよ。そうだけど、まあ、それは良くないと思って書き入れの時から、まあ、片付けは本当みんなでしてたんだけど、だから書き入れの悪いんだけど、そう、それでめっちゃ怒られたの。やばくない？え、絶対さ止まっちゃうだよねこんなんやってちゃダメだけど絶対さ上野先生から怒られてさ、なんか上野先生から怒られたんだぞみたいなさ言われてさ、はぁみたいないや書き入れのあなたに怒られてますけどみたいな言われて、えみたいなやばくない？普通にやばいよね。えみたいな、怒られたんだぞみたいな言われて、そうキャプテンだからしょうがないの。それで、あ、はいみたいな。でなんかあの窓開いてたんだぞみたいな言われて、はいすいません気をつけますみたいなめっちゃ怒られたんだよその時に。そう、それでその後下に行って、そこは多分真剣に言わないといけないんだけど、なんか例えばなんかさ自分だけ呼ばれたからで、なんかまあ、そこはさ、その下に行ってメンバーに真剣に言わないってダメじゃん。なんか窓閉めはちゃんと最後確認してねみたいな言おうと思ってたんだけど、もうそれもう八つ当たりだーと思って、カヒラはめっちゃムカついて、もう八つ当たりされたんやけどみたいな。そう、先にそれを言っちゃったから真剣にみんなのことを怒れなくなっちゃって、ちょ、もうやっちゃったりされたらもうほんまに次は絶対に嫌やから、もうみんなで片付けしような、ちゃんとみたいな、ちゃんと確認してよみたいな、そう感じで乗り越えてたえ、そう笑われるし、かきりのも笑ってんの。え、待ったみたいな、え、とばっちりなんですけどそれみたいな。そうやばいよね。え、なんかさキャプテンがちゃんと確認しなさいとかだったらわかるじゃん。なのになんかその先生はなんか先生が怒られたんやぞみたいな言ってきて、いやみたいな。いや確かにレンたちが悪いけどレンたちが悪いけどさ、それはその文章をさこっちにぶつけられたらさ、いやそれえみたいな、私もあなたからやつ当たりされてるんですけどみたいになるじゃん。そうだから、でかきりのもみんなにやつ当たりした、やつ当たりされたんだけどみたいな感じで、そうで、そうなんだ、やつ当たりじゃないって思わせたらいいんじゃん、言い方的にね。窓開いてたから気をつけなさいみたいな感じだったらわかるんだけど、そう上野先生怒られたんだぞみたいな言われてさ、いや知らねえよみたいなマジで、ね、あれは本当に笑った。そう、あのあと普通にあのチームの子たちで笑ってみたいな、
そうなんだよ。でもさ、なんか1年生が悪いとか言えないじゃん。なんか俺たちがまだ閉めてないから悪いんだぞとか絶対言えないじゃん。そんなのかわいそうすぎるだろそれは。そうだからもう本当にさみたいな、ね、次は八つ当たりされたくないからみたいな、気付けようねみたいな、そう言って汚いねごめんね。そうやばい、熱くなってきたんだけど、興奮しすぎた。そうやばいよね普通に。いい思い出ですそれも。怒られてる時は本当にムカついたけどね、えなんでみたいな。そう、なんか怒られてる時はふてこくしちゃうんだよはみたいな。さっきの歯リアルだったな。はみたいな顔しちゃって、そしたらなんかなんやその顔みたいな。そうマジかきれな、本当になんか怒られてる中になんか何そのふてこい顔みたいな言われることが多くて、そう確かにふてこい顔しちゃってるんだけど、しちゃうの、そうしちゃうんだよ、そう。そう何より。そう当時はねあれだったけど、今はそう楽しいね、今は楽しく話せてよかった。やばい今何時、え無理、明日学校なんだけど、普通に無理、なえるノートやらないといけないし、はあ、やだな。いやもうその先生がさ本当にノート厳しくて、前にさなんかさ普通に名古屋でで学校に行けなかったの言ったよね前に。その日にさノート提出だって知らないのにさ、そしたらノート見てもらえなくなったの。だから中間のさノート点数さ0点なの。はマジでふざけんじゃねえよ。って思ってないけど、そう思ってないけど、ちょ言ってみたみたいな。そうそうそう、ノートやりながら配信して、違うそのノートがさ学校のロッカーの中なの。本当に終わったマジでやばいよね。マジかきれいな、何してんの本当に、容量悪すぎて無理なんだけど。明日の朝本当マジで一生早くやろう、みんなに見せてもらおう。いや思ってない、言ってみただけ、言ってみただけ。そうえやばくない普通に、だってさえちょっとさみたいな、えいや先生忙しいんですけど私もみたいな言ったの。そしたらなんかそれはあなたの都合でしょみたいな言われてさ。いやちょっと待ったみたいな、都合ある、都合がさあるんだから出せないんだよと思って、やばくない普通に、ひどいよね普通に考えて。そうでなんかその中間の分も期末に見ますみたいなの言われて、で明日が期末のテストの期末のノートなの。だからやばいのこれ出さなかったらノート点数出る、言い方やばくない本当に、やばいでしょマジで。え正論じゃない、だってさなんか先生だって忙しいんですみたいなの言われて、はお前より忙しいからって思ってないんだけど友達が言ってた。そうやばくない普通に、しかもさクラス担当とか持ってないんだよ。そう授業だけやってる、もう先生も忙しいと思うよそら。そうえノート点数さゼロはやばくない普通に、だってさ仮病とかじゃないじゃん、仮病とかじゃないのに。友達のせいじゃない、友達が言ってたの。そう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 友達が言ってた、そうそうそう、やばいよねそれ、あなたの都合でしょみたいな言ってくんの。ははとか思ってないけど、そうだよねって思ったよ。そうですよね、私が悪いですよねみたいな。そうなの、やばくない、えノート点数ゼロはさ普通にさ卒業危ういさ高校生にはさマジで危ういじゃん、ゼロですみたいな。しかもさなんかさ努力が見られませんみたいな、ノート提出の次の日に提出に行ったんだよ、すいません昨日ちょっと用事で休んでたんでみたいな言ったら、なんか努力が見られませんみたいな、今日の朝に来てすぐ出せばみたいな、先生も預かったけどみたいな、努力が見られません、へえ。ゆうゆう、えど努力したんですけどみたいな、そうだけど預かってもらえなかった。そう、なめんなよって言ってみれば。やだよやだよ、先生なめんなよって言われんじゃんそれ。まあ、先生もさ忙しいね、その大変だよね、絶対先生の方が大変だよね、なんなんこの女子高生みたいな思うよね。女の先生なのマジで、なんかやだな他の先生にチクろう、確かに。そうやばいよね、ひどくない普通に、なんか仮病だったらわかるじゃん、
なんかあなたいつも月曜日休んでますよねみたいな感じだったらさ、まだわかるけどさ、普通にさ用事あるっつうのにつうのにとか言ってえ、そうなんだよ、先生もさ少しぐらい努力してくれればいいじゃん。そう、まあ、確かに先生もめんどくさくなるよね、それは。そう、え、マジで単位欲しい、単位落とすのだけは本当にやばい、お願いだから自分頑張ってだから明日の朝もちゃんと起きます。はい、え、今日の朝メール早かったでしょ。え、じゃ明日のメールは絶対に名前入れる、絶対に名前入れる。今日本当に忘れちゃった。え、昨日のさ返信メールでさ、なんか明日の朝のメールみたいな、名前楽しみにしてますみたいな来てたから、送ってその返信メール見たから、あ、やばい忘れちゃったと思って、そう、11歳からちょっと厳しくしようって思われてさ、ええ待って待って待って、ちょっとそうそう、もう一個話していい、え、もう一個話、え、もうこれで話してバレるかな、やめちゃった方がいい、やめちゃった方がいいかな、やめといた方がいいかな。なんかさ早退するときにその先生の時間にで、なんか単位だけ、その授業さ単位取ればなんか半分出れば単位取れるんだよ。でなんかあの単位取れて、で単位取ってから帰ろうと思ったんだよ。そうで45分授業だから23分取ればいいじゃん単位で。さ電子時計なのよ教室、電子時計なのになんかさ23分経ってんの、どう考えても。でなんかそのノートの後なの、ノート事件の後なのね。でなんかレナがめっちゃダダこねたから、え、なんで受け取ってくんないのみたいなそう言ったから、多分それでなんかもう嫌われたんだけど、え、そう、それでさなんか、え、じゃあ先生ちょっと帰りますみたいな、単位取れたんでみたいな、そう今日早退しますみたいな、早退は普通にさもう授業前に言ってたから、そう、そしたらさなんかあと1分待ってみたいな言われて、え、何そのみたいな、やばくない？ 23 分ちゃんと経ってんのに、そう23分経ってから片付けして、でさもう本当に電車ギリギリだからさ、本当は単位取ってたら本当に間に合わないから、そうでも23分経ってすぐに帰ろうとしたら、あと1分待ってみたいな言われてさ、え、何その1分みたいな絶対嫌われてるからの1分じゃん本当嫌われすぎておもろいんだけど、やばいよね、なんなのそのちょっと意地張りみたいな思っちゃった。普通に多くない、あと1分って何電子時計だぞと思って。え、なんかさ針時計ならさまだわかるじゃん、なんか あと1分ぐらいかなみたいな、え、ちょっと遅れてるのかな、じゃあごめんねみたいな、あと1分待ってみたいな、わかるけど、てか1分ぐらいいいじゃん別にあ、ここ入ってきたんだ、寂しかったのかなわざとわざと、やばいよね普通に、えっと思ってマジびっくりしたの。え、そう露骨すぎるよねこれ本当に。今でさもうかきれのその時にさ、なんかその先生にえめっちゃ嫌われてんじゃんと思って、え、嘘でしょみたいな、やばと思って、それはマジでなんかびっくりした。そう、えあと1分えみたいな、まあちゃんと待ったけどね扉の前でこうやって時計見ながら、そうみたいな、素直になれないんだけどそっか素直になれないだけか、1分でも長くいてほしかったんだよね多分書きれない。そうだね、それだ、絶対そう思っとくよそう思っとくよ先生言うそういうことが、そうなんだよ、え、先生みたいな媚び売ることが大事なんだけど、媚び売るとか言っちゃったらダメだけどみんなが五川ちゃんに質問攻めだったの、そうなんだ、いいね、じゃあ素直なんだけどね、やだ素直じゃないでしょそれ、素直でさなんかそんなこと言ったら俺じゃんクラスのいやいや本当クラスの良ささ全然変わんないから、はい、わかりません、変わりません、そうやばいよね、ちょっとコビ売るわ卒業できるように。正直本当にあとさ卒業まで本当にちょっとだから頑張らないとダメなの本当に、やばいよねマジで普通に。え、てかもう9時なんだけど早くない？今日やばくない？普通に話しすぎた今日ごめんなら優しいなそれな
ごめんね、みんな気使わせてしまって。もうかきるな元気です。え、マジで今日ショールームやってよかった。みんなありがとう、本当に。そう、え、絶対ショールームやってなかったら普通にもう萎えてた。ゼリーも食べれないとこだった。夜ご飯とか何にもいらねえみたいな、もういいみたいな。なんかやるか迷ってたんだよ。お風呂入りながら考えてたんだよ、ショールームやろっかなーみたいな、けどやった方がいいよねとか思ってたんだけど、やって正解でした。やって正解ってか、ありがとうみんな、本当にありがとう。終わりですか？え、わかんない、適当に終わろっかなって感じ。別に決めてないんだよね、終わる時間何も。どうする？でもダンスしたいしな。はあ、このダンスの練習しながらまた病むんだろうな。まあ、病んでないけど、もともと腰までないかも、まだ。でやってくれた方が、え、そうなんだよ、そういう時にやった方がなんか助かる。かきれながね、かきれなが助かる。なんかみんないるんだって思える。うんうん、やればいいよ、どうにかしてくれるかな。午後のショールーム行こっかな、かきれな終わったら、まだやってたら。うんうん、ファンになって設定終わりました。え、待って、じゃんけんする今日。え、待って、もう9時だからさ、あれじゃん、意味ないじゃん、あと数時間。うんうんうん、確かにそのためだね、みんなね来てくれる。先に出さないで、そのためだね、本当に心の支えだわマジで。本当に来れなかったら、これってあのショールームね、なかったら本当に生きていけない。普通に、普通に生きていけない、普通にマジで生きていけないよ、垣根のですらとか言ってるやつが全然普通に生きてんだけど本当に大事だね、ショールームコミュニケーション大事ですね。いや、それは生きて、確かに本当にやばかった。ありがとうみんな、頑張る、頑張るね、頑張ります、キレナ頑張るぜ。え、じゃんけんしよう。うん、はや、雇われてんのキャラ。ありがとう、かわいい。なんだこれ。ブラボーかわいいんだけど。え、じゃあじゃんけんしなくていいの今日は。みんなファンになってくれる？今日一日。一日っていうかもう数時間しかないんですけど。じゃんけんする？そう、自分の配信来てくれるのはね嬉しい。そう、そんな感覚なんだよ。あ、すんの、いくよ、何出そうかな、顔で当ててね。いやいや、ガラさん、やばいやばい、言わないでよ。じゃ見ないでおこう、何出そう、昨日何出したっけ。オッケー、いくよ、いくよ、せーの、最初はグッ、じゃんけん、ほい。パーでした。どうですか皆さん、やった、勝った、負けたし。アイコもいいんじゃない、あ、アイコグーパー。え、今日結構あれだね、全体的にいんね。お、アイコパーです、アキレナじゃんけんパーです。今日は本当勝った、チョキか、あ、グー、あいこだね。やめれなかった、負け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 たの、負けたんだ、負けたから、あ、勝っちゃったからファンになれない。パーでした、パーでした。負けてあげたから、今日だけね、優しい。後出ししてくれたの、じゃあ
本当は勝っててそれ言ってたら感動だけどね。みんなありがとね。今日は今からダンスしてきます。なんか負けないように自分に。今日だけは響き、いや良くないから。よく考えたら良くないから。響き良くないよ全然ね。仕事あるよね。9時だよね多分。かきれ入院してる時9時だった。本当に面白くなかった、早すぎて。そうで朝の5時に起きてた、あの血液検査でめっちゃだるかった。うまいね、優しい、ありがとう。じゃあ今日はかきれのファンだからいっぱいいっぱい愛伝えてね、みんな。ダメ、キョアキファンの誰でファンできる。自慢すんならいつもファンで言ってよ。それはダメなんだ。なんか前髪も割れてんだけど。じゃあねみんな。ダンスしてきます。ありがとう、本当にありがとう。あ、てか待って、メール送れるよね。あ、メール送っとくね。じゃあねー、おやすみー、おやすみ。メール送ります。ありがとうね、頑張ります。じゃあメール送んね。みんなたくさんあげるんだよ。あー、ありがとう。あ、待って、スクショタイムなかった。まあ、いっか。バイバイキーン。ファイト、ありがとう。バイバーイ、おやすみ、おやすみね、バーイ、じゃあね。